最後まで見ないと腕折っちゃうぞ。はいどうもこんにちは、コスケでーす。今回はね、ドスジャグラスをクラッチクローだけで倒したいと思います。行きましょう。よし、着きました。で、まあクラッチクローだけで倒すって言っても、すいません、あれだ、あれは使います。なんだ、あ、そう、マヒ投げナイフだとかオータル爆弾とか。でもあくまでまあ攻撃手段、武器は絶対抜きません。あ、でもあれは勘弁してください。クラッチクローでくっついた時に切るのは勘弁してください。まあ見ててくださいよ。僕がね、初心者でも勝てる方法として教えるんで。で、まずそこにね、ドスジャグラスさんがいるんでね、ここでちょっとこう、種火石だけ、はい、もういい。種火石を拾って、とりあえずね、初期あいつが絶対来る位置にね、とりあえず陣取りましょう。よいしょよいしょ。ここだね、ここ。で、あいつが来るのをちょっと待ちます。もう本当にこの、もう抜刀なしでいく。まあ抜刀なしっていうか、まあ、クラッチクローで捕まる以外の抜刀はなしで。行きましょう。で、あいつがね、ここにのし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 って来たときが、合図。今。で、ここに置きますね。来い。いや、お前、さっきはこっち優先してきたやんけ。まあでもね、まあ、肉質柔らかくなるんで別にいいんですけど、それならそれで。なんか今すごいあれ、なんか鳴ったね。猫が先行置いたかな。で、最初に、いや、お前全然クラッチクロー捕まんやんって思うやん。最初はね、ちょっとやらせて。最悪だ。今俺毒投げナイフ、セットしたと思っとったら、セットできてなかったね。何？素晴らしいね。さっき5分40秒とかでいけたから、次はねもうちょっと行きたいんだけど、もうちょっとスピーディーに。でもやっぱりさ、そのなんで俺がこれやろうとか思ったかっていうと、まあ、せっかくアイスボーン出たんだから、アイスボーンでしかできん技使いたいやんっていうことなんよ。まあ、それはね、まあ、みんなわかると思う。みんな同じ気持ちだと思う。不動と岩薬。で、まあ、また、まあ、ほんとこれやるだけなんだけど、なんなら早送りとかにしたい感もあるけど、でもしないよ。全部でもしないよ。俺、不動の装備とクラッチクローのコンボが強すぎるわ。もう絶対攻撃当てるマンみたいなね。すげえ。で、これ攻撃するときも、前の方から攻撃することによって、もうすぐ追いつける。おいしょ。でもさっきより移動スピード速いな。さっき一回アプケロス食べたんだけどな。今回は食べんかったね。まあ、前回知らんけどね、みんなは。みんな前回知らんと思うけど、あーもうアップなんちゃらにもうそのターゲットが吸われる。ん？何あいつめっちゃ、ね、どこに行くん？いや、ここでちょっとね、麻痺蓄積しておいて。で、こう隙ができたらもうしっかりと、あー猫素敵だね。猫ちゃん素敵だ。さっき猫シビラーナも置いてくれたんだけどね、今回もちょっと期待していいかな。足止めしてくれるとすごくありがたい。おいっしょー。で、マジでクラッチクローだけで討伐とか、マジまあやる人みんな、まあ、結構おると思うから、うん、ぜひね参考にしてほしいよね。絶対クラッチクロー縛りみんなやる通り道だしね。あー、いいね、麻痺。そう、この武器自体麻痺武器だから、それでね、やっぱ火力も出やすいと。今日マジこの武器ほんと作りたい。あとちょっとさ、めちゃくちゃ重いことなんだけどさ、まだこのアイスボーンのさ、この攻撃の仕様って、普通のモンスターハンターワールドには反映されてないわけじゃん？ってなってくるとさ、いざこれアイスボーンのさ、ベータ版で遊びまくってさ、ちょっとワールド歴戦王来てるし、戻ろうみたいな時、
戻れるみたいな。無理じゃない？もう操作方法とか完全にアイスボーンの動きになってないってめっちゃ思うんだよね。だそういうのをどうするんだろう。もう今すぐにでも変えてほしい。もう今すぐに変えてくださいってめっちゃ思う。よしよしよし。ここまで来ればもう勝ち。もうあともう数秒でいける。で、ここ本当にもうタイム、もうここはしっかり、本当できるだけ、もうできるだけこの、ロスがないように。ダメだ。ダメ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 。うわー、もうやばいな、これ。さっきより遅いかもしれん。なんで？やばいな。これ本当に、もう、俺、世界ランク1位取れると思ったんだけどな。よいしょ。もうちょいか。まあ、前側に行けば。前側に行けば、なんとかなんとか。やだー。やだー。いけ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 。よいしょ。おい、猫ちゃん。さ、よし、来た。さあ、何分でしょうか。クエスト情報。おー、5分57秒。よかった。多分これね、ナンバーワンだね。いや、これはタイトルに、ドスジャグラスタイムアタックナンバーワン。あ、ナンバーツーだな。うん、そこは素直にナンバーツーって入れとこう。だってさっきやった時5分20何秒だったもん。ここはもう俺は隠さずに、行きたいと思います。それではね、クラッチクロー縛り。ありがとうございました。バフバロとかもちょっとやりたいね。うん。多分めっちゃ時間かかると思うけどね。それでは、バイバイ。